メタバースファミリーの皆さん、こんにちは。今回はちょっと楽しい企画をやろうと思いまして、モグリさんと2022年に、競うというか、個人的に注目度が高い、NFT ゲーム、5位を、2人ずつ、1人ずつ、発表していきたいなと思ってます。やっていきましょう。どうすか？そうですね、今まで、ゲームめっちゃ紹介してきましたけども、その中で個人的にどれが今注目度が高いのかとかいうのを参考にしてもらえればなと思ってます。2021年我々スタートラスを知って、頭がバグってこれやべえっていうのが、夏前ぐらいでしたっけ、夏か夏前ぐらいで、これでこの界隈に入っていこうというところで、いろんなプロジェクトを見てきましたけど、徐々にモチベーションが下がっていきましたよね。ねえ、僕は自体はね、仮想通貨前から触れてたんで、そのスーン の、その呪縛、特にリスクの時からスーンには悩まされてましたけれども、そこをね、ネオキブさんは初のやつでスタートラスのスーンでしたからね、結構気持ちに来たんじゃないかなっていうふうに思います。はい、そうですね、2021年はあんまりこう NFT だけ買わされる年っていう感じになっちゃいましたけど、2022年はいろんなプロジェクト見ても結構ロードマップ的には、アクセス、ゲームのアクセス開始っていうところが割と多めなので、なんか期待できそうかなと思う年なんですが、期待は絶対もっと持っておかない方がいいかなっていうところは2021年に学んだので期待ちょっと普通ぐらいな感じで2022年も行きたいなと思ってます。で、2022年に注目していきたい、個人的に好きな、ゲームのランキング5位を、発表していきたいと思いますが、早速ちょっとモグリさんに振ろうかなと思うんですけど、じゃあ5位から、スタートしていきたいと思いますが、5位の、注目したいゲーム何になりますか？ドルルルティーン、ビッグタイム。いや、全く一緒です。ビッグタイム、はい、ビッグタイムはね、やっぱディセントラランド の有名人が絡んでますし、チーム自体もフォートナイト の制作者とかビッグタイトル経験者がどんどん入ってきてるから、で、NFT のマーケットプレイスとかも始まってると思うので、その辺結構熱い年になっていくんじゃないかなっていうふうに思ってます。ロードマップいい感じですし、特にそのやっぱなんだろう、 NFT ゲームをなんだろう、査定する基準としてやっぱ大きなのは、まず一つ チームっていうところ、今まで成功体験があるかっていうところと、で二つ目はあとギャラゲームスみたいなエコシステムですよね。そういうところだったり、あとはマーケティング力っていうところで、いくらいいプロジェクト持ってても、例えばファンタズマとかいい例なんですけど、いい技術を持っててもやっぱマーケティング発信力がないとなかなかお客さんがついてこないんで、その辺の3つが大事になるかなと思うんですけど、特にこの、ビッグタイムはチームが半端じゃないっていうところなんですが、ちょっとトレーラーが若干、ゲームはすごいなんかコンセプト的にはかっこよさそうなんですけど、ね、なんかちょ若干トレーラーのダサさが気になるっていうのはありますよね。確かに迫力に欠けるっていうか、何なんだろうね、何なんだろうな、ちょっと戦闘シーンとか足りてないのかな。本当そうだと思うんですよね。なんかそこのマーケティング力みたいなのが、ホームページとかも含めて、トレーラーとかも含め、なんかちょっとその辺が若干こう迫力欠けるなっていうところがあるので、僕も同じく5位にしてました。なるほど。っていうところで、同意見ってことですね、ここは。それはもう同意見です、同意見です。かぶりましたね。じゃあ、第4位いきますか。もぐりさんから、どうぞ。はい。第4位、プロジェクトクワンタム。はい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 。熱いっすね、プロジェクトクワンタムは。はい、プロジェクトクワンタムね、僕も結構投資してますし、アンリアルエンジン5と FPS ゲームの、僕が、初めて知ったこの組み合わせのタイトルがプロジェクトクワンタムだったんで、これが今後どういう風に進化していくのかっていうところと、あとPC とコンソールの方にも入ってくるんじゃないかなっていう
あの噂があったりとかするので、その辺をちょっと情報を追っていきながらっていう風に思ってます。で、まあ、ちょっと第4位と迷ったんですけど、このガラゲームのラストエクスペディションっていうものとちょっと迷ってて、まあ、どちらも、ロードマップ自体があの2022年にこうプレイできるのかどうかみたいなところがちょっと曖昧だったんで、まあ、それだったら好きな、まあ、より絵が綺麗そうなプロジェクトクアンタムの方を今回チョイスしてみたっていう感じになりますけど、寝起きさんはどんな感じですかね、第4位は。いやー、そうですね、その 僕の前にそのプロジェクトクアントムなんですけど、やっぱトレーラー圧倒的ですよね。はいはい、あれはちょっと圧倒的、はい、いやプロジェクトクアントムのトレーラーゲームプレイみたいな YouTube 載ってますけど、あれは圧倒的ですよね。あとやっぱ PC とあと PS5 でできる噂みたいなのも、うん、できたりとか、あとインタビューとかであの NFT 現状やっぱ NFT 結構カーセルが NFT の高額 NFT が結構参入障壁になってる中で、結構プロジェクトクアンタムの創設者っていうか、その人はあの みんながプレイできるような環境を作りたいっていうところで、 NFT がなくてもみたいなところでプレイを目指してるみたいなんで、その辺が熱いかなと思うんですが、資金調達はどうなのかなっていうのは気になりますけど、まあとにかくロードマップがちょっと遅いじゃないですか。まあ そこが、まあ、あの要因になるのはあのすごく納得かなと 思いますね。じゃあ僕の4位なんですけど、僕の4位はボイドですね。はい、どうですか、はい、これもアンリアルエンジン5ですよね。はい、あ、おっしゃるとです。はい、アンリアルエンジン5で、あのなかなかない、ソラナ上に作られているゲームというところで、まあ、スターアトラスと全く同じですよね。ソラナ×アンリアルエンジンというところで、まあ、あれですよね、あのトレーラーみたいなのもあって、それもグラフィックめちゃめちゃかっこいい感じだったのと、まあ、あとは僕 FPS っていうよりかは、まあ、あんま FPS の何ですかね、好みじゃないので結構そっちを避けるあの方向になっちゃうんですけど、あれはなんかこうあのコロッセウムみたいな闘技場みたいなところで、まあ PVE、PVP ってところで、まあ、戦闘をしていって、トーナメントみたいになる。ちょっと FPS が FPS シューティング要素どれだけあるのかちょっと分かんないですけど、まあまあその闘技場で戦闘があってっていうところで、その闘技場を、まあ、不動産として所有してると、でそこに入場料を課せるみたいなところがあるんで、まあなんかこう闘技場トーナメント系僕結構好きなんで、いけそうだなっていうのはあるんですけど、まあまだちょっとまだまだ見えてないところだったりとか、若干あの覚えてるかもしれないですけど、あの NFT のグラフィックがちょっとダサくてまあそこが気になってますけど、ただソラナやっぱアンリアルエンジンっていうのはまあすごいなんですかね、熱い環境にあるのかなって思って、はい、ボイドにしてます。なるほど、確かにそこの観点、はい、僕も同意見です。はいはいはい、じゃあそんな感じで、じゃあ次第3位いきますか。じゃあ第3位もぐりさんどんな感じですか。第3位はシダスヒーローということで、シダスヒーローを、まあ、僕チョイスしました。これもほいほい、これもまたアンリアルエンジン5なのかな、うん、確か。でプラスアルファその WebGL っていう技術の子を、うん、まあ、僕結構注目 しましたけど、まあ、その技術を、まあ、あの最大限に生かして、あのどんな端末からでもあのこうゲームにアクセスできる、まあ、その解像度とかはあのデバイスによって変わるかもしれないですけど、まあ、そういう、うん、そのアクセシビリティが良くてっていう風になるとプレイ人口がどんどん増えていくじゃないですか、うん、っていうところで、まあ、どん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 あのそのモバイルゲーより高クオリティなモバイルでもプレイできるゲームっていう風になると、まあ、結構人気出るかなと。あと IDO の価格からめっちゃ32倍とか、ちょっと価格忘れちゃいましたけど、何十倍とかになってたので、やっぱそれなりに注目度あるんだなっていうところを、思ってるっていうところですね、うんうんうん、どう思いますかね。いや、そうっすね。シーティアス、僕も一番頭バグったところは WebGL だなと思ってて、あのホワイトペーパーシーティアスのやつを読んでて初めて WebGL っていうのを知ったんですけど、これやべえなと思って、そこで頭バグった記憶はあります。で、あのバックにある作成者、作成ディベロッパーみたいなのが、多分ロシアの、
制作会社になるかなと思うんですけど、まあ、国と仕事してたりとか美術館とか仕事してたりとか、あと 3D モデリングとか多分デジタルツインとかその辺も多分得意そうな感じなので、まあ、WebGL 結構熱そう、なんかなんですか、信頼感があるというか、あのいけそうな感じはしてるんで、まあその辺が個人的にはかっこいいかなとは思ってるものの、なんだっけ、アーリーアクセスでちょっと若干ゲームプレイできたじゃないですか。あれね。あのちょろちょろ感が、あの僕は萎えちゃって、あのランキングに入ってないっす。確かにあれやばかったもんね。はい。あのパラメーターちょっといじって、あの、うん、なんかクソみたいなあのプレイさせられるみたいな、で視点移動もなんかクソだし、アクセシビリティっていうか、あの操作性めっちゃ悪いみたいな。確かにそれ含めると3位って高すぎたかもな。まあ、今後に期待ってことで僕はまあ3位ということで、はい、いやでも WebGL もやっぱ熱いですし、そのディベロッパープレイディスプレイかな、あれがすごい信頼性がありそうなんで、うんうん、個人的にはいいかなと思うんですけど、まあ、あのトレーラーも確かかっこよかった気がするし、ただなんかまああれが多分プレイにはならないんだろうなっていうところは願いたいですけど、別にあれ出す必要なかったかなとは僕は思ってますね。マーケティング的な目線で、そうですね、なんか、まあ、ちょっと早く、まあ、別に急いであれを出す必要はなかったかなっていう気はするので、なんか多分あれが結構ネガティブに働いてる人いるんじゃないかなとは思いますけどね。なんか確かブロックトピア、はいはいはい、ブロックパッドかなんかで一番最初のあの IDO になってましたよ、ね、それで注目されて、そうですね、それも価格高騰の、価格高騰っていうか IDO 価格以上のものになってるのかなというところ、確かにありますね。ああ、まあ、ちょっとあれがそのちょろちょろが気になったんで僕は入れてないんですけど、はい、はい、じゃあ僕の3位いきたいんですけど、これはもう熱いなと思ってて、3位はブランコスブロックパーティーですね。はいはい、間違いですね。いや、これこれ間違いないなと思ってて、フォールガイズ PC ゲームで結構まあ、ブームというか、すごい人気になりましたけど、もうあのアップグレード版みたいな、もっと音楽かっ、うんうん、音楽サウンドトラックかっこいいし、キャラクターデザインもかっこいいし、ゲームもちょっと僕らやりましたけどね、あの今実際できるんで、あのアーリーアクセスみたいな形でできるので、やってたんですけど、結構ゲームも全然あの3ステージに分かれてて、あのめちゃくちゃ面白いですし、あ、ちょっと今やんないやつですけど、あの Amazon のプライムとつなげると NFT もらえるみたいなのもあるんで、ちょっと話ずれちゃいましたけど、まあとにかく、いろんな層が楽しめる、ちょっとオタッキーなゲーム多いじゃないですかこの界隈、うんうんうん、なんかすごいなんだろうな、一部の層に受けるけどちょっとマスには受けなさそうなゲームが多いなと思ってて、はいはい、そうっすね、まあ、ただこのブランコスブロックパーティーは、すごくいいんじゃないかなと、うん、みんなに受けそうなゲームだなと。そうだね、子供から大人まで、あの全員が楽しめそうなゲームと、そのクオリティというか絵作りとかになってるかなと思いますね、僕も。はい、じゃあちょっとそうですね、 2位に行きたいんですけど、ちょっともう 今更かよって感じなんですけど、あの言わせちゃったんですけど、僕らあのスターアトラスとイルビウム以外であの5位を選んでるんでちょっとタイトルに入れときましょうか、はい、忘れちゃった。そうですね、まあ、あの前提条件としてもうイルビウムとスターアトラスはあのこすられすぎてるんで、あのもうみんな知ってるし、うん、まあそりゃ、ね、1位2位独占するだろうみたいなところになっちゃうと思うんで、まあ、それ以外でちょっとやってるというところですね、うん、スターアトラスイルビウムはもう皆さんもご存知だし、それ入れたところでって感じなんで、うん、そうそうそう、はい、それ以外でやってるっていうのはちょっと一番最初に言っておくべきなんですが忘れちゃいました、はいはい、じゃあ 2位やりますか。2位どれになりますか。あ、僕ですか、うん、はい、潜り的第2位はトロバースです。あ、一緒一緒、お、被りましたね。はいはい、はいはい、これ僕たちこの前、本当に最近ですよね、年明けてからですよね、うん、そう先週かな、うん、こうあの見つけて撮って、まあ、皆さんにあのこのリンク踏んで惑星のやつ買いましょうみたいなやつ出しましたけど、まあ、やっぱその緩い感じ、これもブランコスブロックパーティーと似てるかもしれないですけど、こう緩くやりつつ、あのそれぞれのプレイスタイルに合って
なんだゲームを楽しめる。でなおかつディスコードとかつなぎながらこうバチャバチャできるようなゲームになっていくんじゃないかなと僕は思ったんで、まあ、これみんなでこう視聴者の方とか入れてやったりとか、あの仲間内だけでこうつなぎながらやるっていう、いろんな想定ができるなと思って2位にしてみました。いや全く同じ理由ですね。やっぱ友達とこう緩い感じで、なんかもう FPS とかやっちゃうともう喋んないじゃないですか。あ敵あそこ右左いるぞみたいな会話になるんですけど、まあ、やっぱなんか友達とやるときって左に敵いるぞっていうよりかは最近こうでこうでみたいな感じで話しながらやりたいんですけど、まあ、トロバースだったら惑星探索しながら最近こうでこうでみたいな話、あここにアイテムあるぞみたいなのが両方できるかなと思ってて、まあなんかこうコミュニティでできる感じと、なんかアイテム探索したりこう建物建てたりとかっていう建築系のそういう要素だったりとか、あと敵もなんかあのビデオの中で動画の中で出てたりしてたんで、まあ、そういう飽きなさそうな要素もあるかなと思うので、あの2位トロバースにしたんですけど、まあ、3位ブランコスブラックパーティーにしたのは、あのちょっと3位のブランコスはちょっと飽きそうかなっていうところで、はいはいはい、2位のトロバースは飽きなさそうというか、結構あのやっちゃうというか、なんか帰ってくる、まあ、なんか分かんないけど起動してなんかやってるみたいなね、うん、なんかやっぱ作り物っていいっすよね。なんかこう、うんうん、その戦闘だけじゃなくてこう作り物をできるっていうのがなんか、でそこでなんか何ですかね、音楽イベントとかオープンメタバース要素みたいなのもあれば面白いと思うんですけど、はい、はい、なんかこうメタバースゲームっていうかメタバースって感じですよね、どちらかというと、うんうんうん、確かにプラスゲーム要素があってこう ちょうどいい感じ、あのサンドボックスはメタバースって感じなんですけど、まあ、ゲームっちゃゲームなんですけどちょっとメタバース寄りじゃないですか、うんうんうん、なんかもうプロジェクトクワントムとかもゲームって感じじゃないですか。ただその中間にあるのが結構トロバースっていう感じがしていて、なんか 2位に来てあのいいかなっていうのは個人的には思います。はいはいはい、まあ、ちょっと期待ですね。まだ、まだまだこれからみたいな感じなので、はい、2022年には来そうな感じはしますが、ってところでじゃあ1位いきますか。1位いきますか。はい、潜り的第1位はドゥルルルピーファントムギャラクシーということで、ちょっと噛みましたけどファントムギャラクシーですね。いや僕も一緒です。まあ結構かぶりましたね。結構ね、はい、3位以外は結構かぶった感じか、これでいくと、はあ、まあなんか好みが分かれましたよね。なんかこう、プロジェクトクワントムシディアスとか、はいはいはい、FPS 多分モグリさん好きだと思う、はいはいはい、僕はちょっとゲームできないからちょっと緩めのやつのが好きなんで、はいはい、そこで分かれた感じですね。まあ、ファントムギャラクシー、まあ、今回、去年の暮れから年末に年始にかけて、まあ、3本に分けて出しましたけど、まあゲーム自体のクオリティがまず高いっていうのが、まあ、決め手の第一点と、あとその、さっきも出てましたけど NFT を買わないとできないみたいなのが、一応エアドロで NFT もらえますし、そもそもその NFT 自体の値段もちょっと安いと。でなおかつ、それをゲームをこれだけのクオリティをしれっと出してコインをまだ発行してないっていう、そこのやり口ですね、うん、その信頼度、このゲームだったら投資できるなっていう投資判断材料がめちゃくちゃ多いと思うんですよ、このファントムギャラクシー、うん、なので、まあ、第1位に据えて、もう本当にイルビウムとかスタートラスと同列がそれ以上の信頼度になるんじゃないかなっていうふうに思ってます、はい、うん、いや本当に何だろう、あれがでやったのも多分年末12月ぐらいだったと思いますけど、まあ、モチベーション多分みんな落ちたと思うんですよね。なんかあのスタートラス のミニゲームのせいで、うんうんうん、あれで多分みんなテンション落ちてもうなんかちょっと彼女に振られたみたいなモチベーションになったところがすっげえ美人な女の子来て急になんか付き合うみたいな感じのファントムギャラクシーのプレイでしたよね。あれは間違いない、なんだこのクオリティはみたいなところで、うん、NFT もあのエアドロでも用意されてるしみたいな、買わなくていいんだみたいなのもあるし、本当だよね、あのトランスフォーメーションとかもすごかったっすよね。あのもうマイケル・ベイも泣くあのクオリティ
ギミックがすごかったね、あれはね。はい、戦闘もなんかなかなか良さそうだったし、なんかこう、あとはその基地内でこう、うん、こう交流みたいなの、そういういわゆるメタバース要素みたいなのも見えたし、やっぱこう、そうですね、コインとかを、やっぱなんか NFT とかを、高額 NFT を売る前に、俺らはこんだけやってるんだぜっていうのを、見せるっていうのが、こう、一番誠実ですよね、ファントムギャラクシーが。間違いない。そこが決め手ですね、の一点ですね、本当に。やっぱそうですね、やっぱ振られたところで、スタートラスに振られてたところで、こう、ファントムギャラクシー、なんかいい女性が来たみたいな感じになったんで、余計こうなんかねよく見えましたよね、うん、ファントムギャラクシーが。例えがうまいですね。まあなんかちょっとそうですね、まあ早くできるようになりたいですね、ファントムギャラクシーも、うん、絶対コインが出れば買いたいと思いますし、うん、っていうところで、はい、僕も1位はこれもう同感です、はい、で、まあ、当然まあそのそれこれプラスイルビウムとスタートラスがまあ入るところで、そんな感じですかね。まあこれが多分お互い5位結構被りましたけど、なんか番外編とかあったらあります？番外編ですか。今まで紹介した中だとギルド・オブ・ガーディアンとか紹介しましたけど、まああれがどうなってんのかなっていう今の現況を全然追ってねえなっていうのと、あとなんだっけ、シードなんかプロジェクト、プロジェクトシード、シードがもうなんか紹介したいよなとか思ったんですけど、あれも全然追ってねえなとか思って、うん、まあその辺どうなんですかね。モバイル、まあそのギルド・オブ・ガーディアンとかモバイルのなんか白猫プロジェクトっぽいような感じだったんで、流行るかもしれないですけど、うん、誰がどう作ってたかとか全然気にしてなかったな、その時と思って。そうですね、まあ、うん、確かにいけそうだなっていう感じにはあるけど、まあ、我々としては別にそんな関心高くないけど、まあ客観的に見ればまあ盛り上がりそうな感じであるので、確かにその辺は良さそうですよね。まあ僕はちょっとゲームじゃないんですけど、僕はもう本当にワイルダーワールドが気になって仕方なくて、あれは間違いない、ちょ、あれはもう注目していきたいですね。ちょっとあれを読んでちょっと頭が2段階ぐらいちょっとバグっちゃったんで、あれはぜひ動画もそれやってるんで見ていただきたいですけど、はい、僕は番外編としてゲームじゃない、ゲーム感がちょっとないんで、はい、外しましたけど、うん、俺も外したそれは、はい、ワールダーワールドはちょっと注目、2022年追っていきたいなっていう感じはしますね、うん、まだちょっとプロジェクトがなんだろう、プラグインされてないんで、まだなんだろう、早いかなって気がしますけど、もうなんだろう、他のプロジェクトがインしてきたらもう一気にそこに、うん、結構仕込みたいなっていう気はしてますね。イルビウムが入ってきたりとかね、はい、まあ、今時点でパートナーだし、まあ、そうなってきた時の様子をこう想像できる段階になったら本当に買いですよね。うん、まあじゃあお後がよろしいようで、この辺で締めようと思いますが、まあそうですね、この辺が5位でイルビーム、スタートラスはまあ引き続き注目というところで、皆さんのランキング5位とかもぜひ知りたいので、ぜひコメントの方に書いていただければ大変嬉しいです。じゃあバイバイ。投資は自己責任で。バイバイ。